反正弄。我们在里头是什么？背景做的，我做的。放送席、そしてスタンドの皆様、優勝した星稜高校、林一成監督です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まずは今のお気持ち聞かせてください。まあ、このような本当素晴らしい舞台で、小松小谷高校に、いい試合ができたこと、本当にまず大谷ということで、やはり意識するところもありますか。まあ、どのチームも一緒なんですけども、もう本当に、西野監督とは親しくさせていただいてます。まあ、お互いにとってライバルでもありますし、まあ、そういった中で、こういったゲームができて嬉しいです。これで2年連続の優勝となったわけですけども、去年に比べて接戦での勝ち上がりとなった今大会、どんな大会でした。まあ、私自身もいろいろな選抜があったので、まあ、皆さんにご迷惑をおかけて、まあ、部長を中心に本当に選手たちはよく頑張ってくれて、選手たちも、まあ、夏にも一回行かなければいけないという、非常にプレッシャーをこう感じている中で、まあ、難しい試合の連続だったんですけど、まあ、本当この2人のバディを中心によく頑張ってくれました。今監督ご自身の口からもありましたけども、選抜後大変な時期がありました。でその中でこうやって結果を見せてくれた選手たちにはどんな声をかけたいですか。まあ、本当キャプテン山瀬を中心に、もう3年生が本当によく頑張ってくれました。まあ、手応えはあったんですけど、まあ、それ以上に本当にプレッシャーをみんな感じていましたので、なかなか思うような攻撃もできなかったんですけど、最後まで粘り強く戦ってくれた選手たちも誇らしく思います。これで2年連続の甲子園です。どんな戦いを見せてくれますか。まあ、本当、石川県の敗れたチームのみんなの思いを背負って、私たちが目指している全国ツアーに向けて、一生一生積み重ねていきたいと思います。星稜高校林監督でした。ありがとうございました。そして星稜高校山瀬キャプテンにもお話を伺います。優勝おめでとうございます。涙が止まりません。どんな思いですか。やっぱり今まで苦しい部分がたくさんあったんですけど、それでも結果が出なかったり、思うように勝てない時があったんですけど、やっぱり最後もう一度甲子園に戻れるので、すごくほっとしています。山瀬君自身4期連続の甲子園となりますが、今までの甲子園とはやっぱり違いますか。やっぱり最後ということで、まあ、3年生中心に気持ちも強かったんですけど、やっぱりその中で、まあ、準決勝、準決勝と思い通りにゲームができる、まあ、本当に苦しくて、まあ、本当に甲子園に行けるのかなとか、そういう不安の中でやっぱり粘り強く勝てたのか、やっぱり今まで苦しい部分に我慢してやってきた甲斐があったなと思っています。今日もこの県立野球場を外野まで満員になるぐらい非常に注目を集めている、その中でのプレッシャーっていうのは表現するとしたらどんな感じでした。やっぱり、まあ、応援してくださる方々もすごく多くて、まあ、その人たちのためにも頑張らなきゃいけないなという思いはすごくあったんですけど、やっぱり最後自分たちにとっては最後の甲子園ですし、やっぱり先輩たちを覚えないといけないというのがすごいあったので、やっぱりその分この大会にかける思いはすごく強かったです。それではこの甲子園でのも
目標を聞かせてください。やっぱり厳しい戦いね、石川県大会も厳しい戦いになったんですけど、やっぱりどんな形であれ、まあ、一生一生勝ち進んで、自分たちが石川県大会の全国制覇を成し遂げます。星稜高校山崎キャプテンにお話を伺いました。ありがとうございました。そして決勝の大舞台、14奪三振完投勝利、奥川投手にお話を伺います。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。奥川君も涙が止まりません。理由を聞かせてください。この夏の大会は本当にしんどい試合ばかりで、まあ、いつ負けてもおかしくなかったような試合がたくさんあったんですけど、こうやってみんなで力を合わせて優勝を勝ち取ることができて本当にほっとしています。このプレッシャーの中でのピッチングというのはやはり大変でしたか。すごいプレッシャーを感じてましたし、向こうの気迫だったりそういうのもすごく感じながらの投球だったんですけど、本当にこうして勝ち切ることができて、もうみんなに感謝したいなって思います。大会を終えて今疲れはありませんか。それはもちろんあるんですけど、次の舞台頑張っているので、次の舞台でもしっかり勝ち切れるように頑張っていきたいなと思います。それでは最後の甲子園でどんなピッチングを見せてくれますか。自分たちにとっては最後の大会となりますし、そこにかける思いというのも今までとはまた違う、強さがあるので、甲子園の舞台で、しっかり力を発揮できるように、また気持ちを切り替えて、頑張っていきたいなと思います。優勝を決めました星稜高校の皆さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ラストのいっぱいのお客さんね。